皆さんこんにちは、スギちゃんです。それでは今回の対戦相手はこちら、ガルバウッドコア VS ステンレス、本来ですね、ガルバウッドでステンレスは開けれないんですけれども、今回ちょっと試しに、穴を開けさせていただけるということなので、実際にやってみましょう。じゃあ早速やってみたいと思います、はい、行きましたね、まずセンタードリルは貫通したと、でここからですよね問題は、よし、じゃあ実際に開けていきたいと思います。いいですか。はい、よろしくお願いします。いきますよ。いやどうかな、いけんのかな。どうですか。多分素人ですけど、はい、多分いけます。ちょっとでも滑り気味ですよね。意外とでも食いついてる感じはなんとなく、手応えとしてなんとなく、素人ですけど、はい、なんとなくいけそうな気がしますやってます。成功？全然思ったより早く開きましたね。行きましたね。結構早かったですよ。早かった。ちょっと気になるのは、まず刃先ですね。あ、ちょっとどうでしょう。来た感じ。チップはかけてない。ないですね。ない。うん、これはじゃあ成功ってことで。そうです。何回かやったらね、分かんないですけど。そうですね。うん、本来の用途じゃないから。まあ、1回しかやってないんで、うん、はい、あれですけど、まあちょっと何回かやるかあれですけど、うん、一応一発開けるだけでは、うん、はい、今回これ成功と言って。これ成功ですね。いいんじゃないでしょうか。ただですね、本来やっぱりこのガルバウッド、ステンを、開けるようなものではもちろんございませんので、はい、もちろんこの地勢に適した、コアをですね、皆さんを使っていただければなと、思っております。はい、それではこちらガルバウッド対ステンレス、今回は成功いたしました、皆さんありがとうございました。素晴らしい。すごい、すごい、嬉しい。私思いつきまして。素敵。思いつきまして、素敵です。嬉しい、嬉しい